こんにちは、速稼塾の久保です。私は昔麻雀店を経営してたんですね。もう10年ぐらいだったですかね。広島市中区の方でやっておりました。オープンリーチと言います。で、よく聞かれるご質問の中に、その麻雀店ってみかじめ料っていうのがあるんですかと、地元のおヤクザさんとかになんか払ってるんですかみたいなのがあるんですけども、これはですね、動画ではしっかりと答えられません。なぜなら、それはね、お会いした人だけにお話ししましょう。ところでですね、現在暴力団逮捕っていうのは、暴力団新法っていうのが始まって結構なるんですけども、いわゆるね、暴力団とか反社会勢力っていう方が活動がすごくしにくくなってきて、預金通帳が作れないとかね、それから運転免許が取れないとか、あと車の所有ができないとかね、さまざまな要件がありますよね。そういう中で、いわゆるそういった組織にね、属する方っていうのはすっごくね、減ってると言いますか、活動がしにくくなって資金繰りもアップアップしているところだと思うんですよ。ですんで、いわゆるまともな仕事って言ったらね、また変な言い方になりますけども、真面目な仕事をせざるを得ないと。心には任侠道を控えながらも、普通のね、例えばバーを経営したりとか、クラブを経営したりとか、あれからなんかこう不動産やったりとかね、いろんなことをやりながら、フロント企業っていうね、企業射程っていう言い方もありますよね。この辺の表現は私もちょっと難しいんで、すいません、しどろもどろになっちゃいますけども、今日何が言いたいかっていうと、いろんなね、そういった組織が活動を制約される中で何が起こるかってこと、2つなんですよ。1つはですね、そこで活動しきれなくなった方が組員としての登録はしない、普通の一般人に紛れて、そういった指定を受けずにですね、さらに暴力的になったりとか、違法行為が強くなったりする傾向があるかなっていうのが1つ。もう1つはですね、やっぱりその歌舞伎町とか見ても分かるんですけども、日本人ではないそういった勢力の方の お店なりね、事務所が出てきてるってことなんですよ。日本の警察っていうのは基本的に日本のそういった組織に対しての圧力とかね、取引っていうのは割としやすいんですけども、これがね、海外の人ともなると難しいんですよね。言語の問題、文化の問題、それから得体の知れない組織っていうふうな心理的な圧力もあって、なかなかね、捜査がしにくいってところもあるらしいんですよ。で、ここにやっぱり目をつけたと言いますかね、日本のそういった組織は弱体化してるらしいぞと。日本の警察とかね、検察とか司法とそういった組織が消耗し合ってるところに、マーケット空いてんじゃないのっていう形で、日本以外の国からそういった慣例の人がね、どんどん攻めやすくなってきてるんですよ。ですんで、事件は複雑化とかね、困難化してきて、例えば事件が起きてもなぜかね、日本名何々何、本名隠すみたいな、こんな事件が多くなってきてるんですよ。我々日本人としては非常にですね、これからこの国が住みにくくなる、取り締まってもらいにくくなるっていうことがあります。そしてそれに追い打ちをかけるように、こんなことを言う官房長官がいるんですよ。反社会勢力の定義ははっきりとしていないと、こんなことを国会で言うんですよね。ということは、反社会勢力の定義がはっきりしてないということは、これからですね、反社会勢力とされてきた人が、いや、官房長官定義明らかにしてないからうちは違うよっていうふうな方便も成り立っちゃうんですよ。ということで、実はそういった組織の方が勢力を盛り返してですね、で、例えば銀行とか役所に行って、反社会勢力ですかっていうところに欄がありますよね。そこに違いますって書けるんですよね。なぜなら、違いますって書けるのは、国会での菅官房長官の表現が反社会勢力の定義が曖昧じゃないですよねってことなんです。だから、そこを追及されると、そうだよねっていうふうにならざるを得ないんで、非常にね、私たちは危険なそのね、時代に入ってくるんではないかなと思うんですよ。国も反社会勢力の定義を曖昧だと、分かんないと言っている。反社会勢力を取り締まることはできないってことになります。そして日本以外の組織のそういったね、集団の団体、よく分かんない感じの方が、何かをこれからね、しでかしていくときも、取締り能力がどんどん衰えてるわけですから、さあどうしましょうって感じですよね。すでに過疎の田舎町にはもう警らするおまわりさんすらいない状態です。交番はあるんだけども在駐していないと、駐在所なのに在駐していないというね、こんな現象も起きてきて、それこそね、泥棒犯罪暴力のやりたい放題っていう地域がポツポツと出てきてるんだと思います。これはね、どうすればいいんでしょうかね。そんな日本になってきたということなんでしょうか。私たちの安全はいつまで担保されるんでしょうか。国すらまともにならない。現場の人はね、
末端の警察官、それから検事さんとかね、法律家の方はすごく骨身を削って一生懸命ですよ。でもそれをまとめるトップの方はどうもですね、自分の保身に走る素人集団なんじゃないかなというふうに私は思うんですけど、皆さんいかがお感じでしょうか。それでは失礼します。